各福戦争とは、田中角栄と福田武雄によって、日本の政治の長期にわたった激しい戦争、権力闘争を戦争に例えて呼んだもの。1970年頃から、竹下登が内閣総理大臣に就任する1987年まで続いた。小学校卒をアピールして、当人職が強かった田中と、一高東大大倉省とエリート街道を歩んで、 官僚職が強かった福田は、お互いの出身階層の違いによる、ある意味で、疑似階級闘争の様相を呈していたことの、現れとも表現できる。なお、田中と福田は、過去にそれぞれ単行国間疑国や、昭和電光事件といった疑国事件で逮捕、訴追された過去があるという共通点が存在する。過去戦後政治史において、吉田茂と鳩山一郎、 池田隼人と佐藤栄作の清掃はあったが、戦争をとまで形容されることはなかった。また、財政では田中が日本列島改造論を掲げ、積極財政による高度経済成長路線の拡大を訴えたのに対し、福田は均衡財政志向の安定経済成長論を唱えている。外交では田中は新中派として、 台湾と断交してでも中華人民共和国との日中国交回復を急いだのに対し、親大派の福田は台湾とのバランスを重視した慎重路線を打ち出すなど、正反対のスタンスであった。自民党内でも短打中、反福田の議員がおのの存在した。池田総理から前上されて長期安定政権を築いた佐藤も3期6年を経った頃になると、次期総裁選に出馬せず、 兄、岸信介の派閥を引き継いでいた福田武雄に政権を譲ることを考え始める。他方、長期政権のうちに、自らの政権で要職を歴任した自派閥大歌師である田中角栄も総裁を狙える力をつけていた。しかし田中は公明党からの依頼で、自民党の幹事長の立場を利用して、言論出版妨害事件の事態収集に動いたことが発覚し苦しい立場にいた。 副田への前兆を阻止したかった田中は、副総裁で、反副田派の川島章二郎と、組沖縄の本土復帰は佐藤内閣で行うべきとの考えを示し、佐藤の四戦ムードを盛り上げた。佐藤は総裁選に出馬し四戦を果たすが、佐藤は、党内人事を変更しなかったため、川島、田中の完璧な思惑通りにはいかなかった。しかしその間に、 田中は多数発行策を着々と進めていく。また1971年の改造内閣では、通産大臣として入閣し、長年の課題であった、日米戦意交渉を強引に打結させるなど、実績も上げていった。福田側は、佐藤の田中への説得と前情を頼みにしたが、総裁4期目に入った佐藤には、後継指名の力は残っておらず。 田中が佐藤派の3分の2を握りと中派を立ち上げ、力をつけていく中で、なす術もなかった。1972年6月19日、佐藤は自民党総務会にて、現在の党内情勢では、候補者を一本に絞るわけにはいかず、君子の争いで戦ってほしいと述べ、拡服調整を行う意向のないことを示唆した。総裁選直前に、佐藤は、 田中と福田を前に2位になった者が1位に投票することを要請し、2人もこれを受けたが後に保護になった。当初形成は互角と見られていたが、直前になってキャスティングボートを握っていた中曽根派が田中派の指示へ回ることを表明し、田中が優位に立った。総裁選には田中、福田、太平、三木の四人が出馬しおのおの百五十六、百五十、百一 69、ずつの票を得て田中と福田の決戦投票になり、田中282、福田190で田中が、佐藤の後継となった。出馬しなかった、中曽根康弘にはこの時7億円の資金が田中から流れたと言われている。当時のニュース映像に、福田の地元で選挙を見守っていた、福田の母親が、中曽根が憎い、とおえつしながら語るシーンが収められた。 その後、福田と中曽根の選挙区内の構想も、選挙の度に熾烈を極めた。実際、以後の総選挙で、中曽根が、福田の得票を上回ることはなかった。また当時佐藤派に所属していた、小渕恵造も総裁選で、田中に投票したため、福田の支援者から、猛烈な反発や批判を受け総選挙では、史上最小得票で当選。金融界のフィクサーであった。 大橋薫は、生前、自分が病気で入院していたために、福田が負けたと漏らしている。オイルショック後の経済収集のために、田中は福田を増床に起用したが、1974年7月の第10回参議院議員通常選挙での企業ぐるみ選挙等、田中内閣の金権的体質を批判し、福田は三木武夫と共に閣僚を辞任した。同年、 田中辞任を受けてのシーナ裁定で、三木武雄が後継首相になると、福田は三木を支持し、副総理、経済企画庁長,長官として入閣する。しかし、1976年のロッキード事件への対応をめぐって、福田は三木と対立し、格外に去り、反三木という一点で、田中、福田、太平は強調するに至る。1976年の三木大臣後には、 福田と太平の大福連合を基軸とする福田政権が福田首相太平幹事長体制で運営される。従来からの太平と田中の名友関係も維持されたため、この時期は大福閣の三者が主流派を形成していた。福田政権は長期政権とせずに太平に政権を譲るという了解の下で発足したが福田は一気のみ務めて太平に譲ることを 太平側が要求する一方、福田は再選し2期目の半ばで太平に譲ることを主張した。内閣改造及びそれに伴う、党役員入れ替えでは、中曽根康弘が総務会長に付けられるなど、旧未期政権に連なる非主流派が配慮される。一方で、田中派には、経済関係閣僚が割り当てられず、主流派というには礼遇された形となった。 福田は総裁再選を期して、衆議院解散を目論むが大津がこれに反対し、中曽根総務会長が、太平幹事長の談話と、相反する談話を繰り返すなど、政権内の風和が目立つようになった。結果として大福は決裂し総理総裁の座は1978年自民党、総裁予備選挙で争われることになった。ロッキード事件と、 大福提携で私服を余儀なくされていた田中派は全面的に太平の支援に回り当時当全国組織委員長を務めていた竹下登が門外不出のはずの党員党友名簿を持ち出しそれをもとに後藤田正春が田中派の議員秘書を総動員して個別訪問や電話構成等をするローラー作戦を展開当初の世論調査では現職の福田が 予備選挙で圧倒的に有利とされており、また福田が派閥解消を首相していた手前もあって、福田派の動きは太平陣営と対照的に鈍かった。一方で、本選挙で投票する国会議員については予断を許さない状況のため、福田は予備選で負けた候補は本選挙を辞退すべきだと発言していた。しかし予備選挙の結果は太平十八点に。 大使福田638点と太平の大差での勝利となった。福田派は派閥単位の選挙を自重した自分たちに対して、田中派がなりふり構わず派閥選挙を仕掛けたとして、激光し、森吉郎や小泉純一郎などが本選挙に打って出るべきと要求する。しかし、予備選で対象し勢いに乗る太平に対しては、本選挙でも勝ち目はなく、 全言を覆して本戦に打って出て負ければ対面が立たないと安倍晋太郎が事態を主張する。結局、福田は天の声にも変な声がある。敗軍の将、兵を語らずとのセリフを残して本選挙を辞退した。同年12月7日、第一次太平内閣が成立し福田は反主流派に転落した。大平は親台湾派であった福田が、 日中国交正常介護、親中派へと態度を変えたことに、もともと親中派であった自分の居場所がなくなるという危機感を持っていたという。田中は、ローラー作戦を展開する前から、現職の福田が、圧倒的に有利とされていた、下馬票の流れではなくすでに太平が20から30ほど優勢であるとの認識を持っていたという。太平政権下の1979年の、 衆院選で自民党は議席を減らしたため、反主流派の福田派、三木派、中曽根派は太平の退陣を要求し、これが拒まれたことで、反主流派は主犯指名で福田に投票する事態となる。この時は大平が指名され、第二次太平内閣が発足したものの、対立は翌1 9八十年にもを引き、野党提出の内閣不信任決議案の採決時に、 反主流派が欠席したため、不信任決議が可決されハプニング解散に至る。ハプニング解散後の総選挙の期間中、大平は休止してしまう。大平総理の都ぶらい合戦という、これまでにない党内の士気の高まりという権者の太平への同情票の流れもあり自民党は、対象する。太平への同情ムードの余韻の中で副大派をはじめと、する。 反主流派の口幅は小さく、旧太平派の田中六助が、本籍地田中派現住所太平派とも言われた鈴木善幸を総理後継に終戦し、これに岸信介が応じたため副大派としても鈴木後継を容認することとなった。鈴木の総理就任で田中の支配体制は強まりキングメーカーとして政界に大きな影響力を持つことになったが、鈴木は、 和の政治をスローガンに掲げて就任したこともあり、鈴木政権下では福田派が際立って礼遇されることもなく、派閥レベルでの対立は人生化している。1982年10月、再選確実と見られていた鈴木は退治後表明。鈴木派所属だが各へと反りの合わない宮沢喜一への後継指名を福田が鈴木に提案するが、鈴木はこれを拒否する。 総裁選を一週間中断して行われた、話し合いによる調整はうまくいかず、結局後継総裁は総裁選で行われることになった。中曽根康弘、川本敏夫、安倍晋太郎、中川一郎の4名が立候補したが、福田派が擁立した安倍は、予備選得票率8.28%に終わり、存在感を示せず、田中、鈴木、 中曽根三派の支持と党員の過半数の支持を受けた中曽根総理が誕生した。田中曽根内閣と呼ばれるほどの県庁人事に鈴木派は次第に不満を募らせていき、ついには福田、三木そして野党までも巻き込んで田中派会長の二階堂、進むを担ぐ党格運動に発展していく。結果は失敗したが、党長老たちの力は弱まり、急速な世代交代が進行してその後の 田中支配の終焉の演員になる。1985年2月7日、自民党を離党しながらも、派閥領収として影響力を持ち続ける、田中角栄に、竹下昇る、金丸信羅が反旗を翻して、創生会を結成。田中は角の飲酒がたたり、それから間もない2月27日に、脳拘束で倒れる。対立軸を失った、福田。 ミキが次第に影響力を失う中、1987年7月4日、竹下ら113人の議員は田中派から正式に独立して形成会を結成した。この年、中曽根が総裁選不出馬を決定。田中は総裁選で二階堂を全面的に支援しようとしたが、田中派のほとんどの議員が形成会に参加したため二階堂を支援したのはわずか。 十数人であった。結果、二階堂は、出馬を見送り竹下登、安倍晋太郎、宮沢貴一の三候補者による争いは、中曽根裁定により、竹下が総裁に就任した。翌1988年には幹が死去した。その後田中派、福田派は、それぞれの後継領袖である、竹下登と安倍晋太郎が、名優関係にあったことから、 協調路線に入っていった。1990年代になると、田中、福田の両者が死去したこともあり、安武協調路線は、それぞれの領収が代替わりする中でも続いた。1998年畜加減首相の在職40年パーティーでも、当時の森吉郎幹事長が、願わくはもう一人首相を育ててほしいと自らを売り込むほどだった。しかし、2001年に、 小泉純一郎が総理になると、自らが形成会の支援を受けずに就任した初めての総理と公言する通り、反形成会姿勢を進め、反発する野中広村を抵抗勢力と位置づけ対立し、当事者を変えた異婚試合として報道された。また、小泉内閣の外交問題において、田中牧子外務大臣と、 福田康夫内閣官房長官が対立していたことを、閣服戦争と形容することがあるが、双方とも派閥の領収ではないことから、派閥構想とは別の次元の話である。2007年9月、福田康夫が内閣総理大臣に就任すると、福田と最大野党、民主党の党首、小沢一郎の対決の構図が明確になった。これを、福田武夫の長男である康夫と、 田中角栄の愛弟子である小沢による核服戦争の再来として報道するマスコミも見られた。2012年12月、第46回衆議院議員総選挙にて、安倍晋太郎の息子、安倍晋三率いる野党へと転落した自民党が対象した。しかし、角栄の愛弟子であった小沢が属した日本未来の党は、大敗市長選挙区では当選したのは、 小沢と国民新党を離党して合流した亀静香のみであった。また、各への娘の田中真紀子も落選した。これにより一部のマスコミでは、核服戦争に決着がついたとの見方がされた。ありがとうございます。